よし、じゃあ今日は水曜日なんでポイント練習やっていきます。練習は1005本インターバルですね。久しぶりの、まあ、日曜日インターバルやってるんですけど、まあ、久しぶりのしっかりとしたインターバルってことで 1000m5 本ですね。レース2分55でやっていきます。今日は雨予報だったんですけど、雨の中レペテーションしっかり休憩取るでしっかり走るっていう練習は難しいんで、まあ、雨降る予定つもりでインターバルに切り替えたわけなんですけど、意外と雨も降らずに、いいコンディションになったかなと思います。気温もねすごい低いんでやりやすい日になってるんじゃないかなと思います。日曜日に2分55分同じペースで805本っていうのをやったんですけど、あの日はねめちゃくちゃ気温が高くて日中やったっていうこともあって結構僕は4本目垂れたりとか、部長は4本目Do not finish やったりとかでこなせなかった練習を少し距離が長いっていう状態なんですけど、まあ、気温が今日低いっていうのもあって多分いけるんじゃないかなと思います。まあ余裕こそないもののこなせない練習ではないと思っておりますので、しっかりとね2分55ベストは260ですね、こなしていきたいなと思います。でこここなして、来週丸尾カップ1500出るんで、まあ、これを最後のがっつり練習にして、来週は少しペース、まあ、疲労抜きみたいな感じのポイントにしたいなとは思ってます。はい、そんな感じで今日は 1000m5 本ですね。行ってきましょう。ただね今日なんかね調子が上がらなくて、来る前にレッドブルを1本ねぶち込んできたんですけど、それでもなかなか集中力が上がってこないということでちょっと行けるか不安なんですけど、まあ、アップしてれば、まあ、気持ちも乗ってくるでしょうというような感じで、時間もないのでサクッといっちゃいます。よし頑張りましょう。よろしくお願いします。じゃあ多田さんのところに多田さんお願いします。 B チームの方、はい、引っ張れる。じゃあ今日1005本ですね。で設定2分55でやってレストは200を60でいきます。2分55でやる皆さんやります？もしあの垂れた時3分で分かれるグループ作っちゃっていいんで、あのその時声かけてあげて、そっちで映る方は映ってください。あのこなさないよりは3分でやった方がいいと思うんで、じゃあスタートあっちなんで行きましょうか。よし、これ一体行きましょうか。じゃあ、 あ引っ張り決めてない、引っ張り加藤さん、はい、僕部長で頑張ります。1、2、3、4、5。じゃあ行きます。よーい、はい、
遅い。間に合ってなかった出て。そう。よいしょ。4本目。200休憩します。いけない。はい、よかった。はい、今日練習終了。1005本、2分55回しだったんですけど、ちょっと4本目56かかっちゃって、その後ね、前に追いついたら大きく崩れるかなと思って200のジョグを100でつないで、全体のスタートに合わせました。でその後全体終わったところからプラス100いって、一応総距離は1005本ですね。ラストの4、5の間を75秒ぐらい取ってるようなイメージですね。いやー、きつく、きつかった。てか腹が痛い。まあね、僕が弱いんじゃなくて多分みんなが強いんでしょうね。離されないように頑張ります。